はい、どうもしょうです。今回ですけどもレペゼン地球 VS 魔法と軍団に行われるアリーナのでっかい体育館にいます。全く僕関係ない企画を今から持ち込もうと思ってます。題して有名 YouTuber 抜き打ち財布チェック。大量にいますけども周りね、有名な人が、はい、一人一人財布チェックしていこうかと思います。もうこれ結構いきなりなんで、いつぞ順番にやっていきたいと思います。じゃあまずこちらからいきます。浜さん、抜き打ち財布チェックさせてもらっていいですか？全員したい、全員ちょっと用意してほしい。相馬さんの財布はピンクのパーカーの左ポッケに入ってました。相馬さん、相馬さん、財布チェック。でもこういう時にも日常から財布に笑いを入れてるのかっていうの、ね、緑だ。おお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 おグッチ使ってるよ。いやいやいや、小銭入れかと思って。いや、小銭入れで、ね、お祭り行くときの財布。いいか、流し買うやつじゃない。見ていいですか？いいけど。まずもないですか？いや、ないないない。でもね、今日は本当面白くないんだよ。やばいよな。本当面白くない。え、携帯？違う。え、ないっすよ。先輩。どこに使う？じゃ、さっき和牛に送っちゃったから。いやいやいや、宇宙水分だけ。やばっ！さっき和牛に送った。そんなことありますよ。あ、でもパスも8000円入ってるから、パスも8000円。実質1枚ない。実質9000円。え、何を奢ったの？残り1000円になるの。いや、さっき、え、何、レッドロブスター奢った。そうだ、それはな。相馬さん、結構年齢的に年上やのに何も奢る気ないんすね。いやいやいや、この人仮にこれ、打ち上げで飯行こうってどうするんですか？いや、それを食わせてもらう。でも、あんまりそう能力主義じゃん、やっぱ YouTube 能力主義だから、やっぱり登録者数ある人とかがやっぱ思ってきた。今、新米ですもんね。これもゼロだから、まあ、ゼロからスタート。もう先輩じゃん。そんな先輩でいいんだ。そう7月でしょ。確かに相当先やから、今登録者結構今増えたかもしれない。いや、そうだし、でもまあ7月だよ、風化してるし、なんかいろいろ増えても、まあ、大丈夫でしょ。じゃあ次、レペゼンチキ丸ちょうど来たの。え、僕ですか？お、しまい。うわぁ遅れてきた。さすがだよ。お疲れです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 。じゃあ、タイムチェック。え、何しまい、タイムチェック。え、はい。お、これ結構良さそうなサイズ。やめなさい、やめなさい。お前ちょ50万出してんだから、お前。え、それマジで見てもいい。じゃあ見ます。俺でも東海の芝居と一緒に映るの多分初だよ。あ、そうです。いや、マジ初東海を。いや、マジ恥ずかしい。そうですよね。行きます。怖い怖い怖い。あ、でも結構入っとる。やっぱり相馬さんと違う。ちょっとじゃあちゃんと入ってる。やっぱり結構1000円多いな。じゃあ1万円が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11万ぐらい。いや、11万円。やっぱり、ね、結構有名人は持ってますよ。多い方じゃないこれは。あ、ありがとうございます。いや、でもこれ韓国のカジノで一発当たってきたんで。一発当たってこれ。一発当たってこれです。当たってこれない。当たってこれです。他なんかまずいもんは？そうですね、なんかこれでもすごい、これ動画やな、これ。すごい、すごいやけどね。風俗の名所があったら面白い。風俗の名所ある？チクショーねえ。言ってないですよ、言ってないですよ。言ってないけど名刺は可能性はある。結構やっぱなんかあっさりした財布で、あんま何も入れてない、詰め込んでない感じで。あんまないですよ、興味ないですよ、財布に。自分の財布に。芝居でもなんかやっぱおしゃれ感出とるような、なんか確かになんかこんなハイカラなのすごいよ、珍しいよな。パイレットはプライベートでは2、3回ってことある。2、3回ある。2、3回あります。飯行ったこともあるし、少しも一応。ありがとうございます。コメント。ありがとう。千葉ランチャンネル概要欄見てください。東海オンエアもね、東海オンエアも見てください。じゃあ次、丸見して。丸。どうですか？僕一応全員行きたいから。やっぱリーダーは最後やから。マジかよ。でもね、こういう時にやっぱ堂々としてユキとかね。いや、そうね。堂々としてミスディレクション。ミスディレクション。やばい。シンプルな。これ全然だ。拝見します。丸っぽいな。でもなんか一番リアルな金額ですよ、多分。何も面白くない。8000円。何も面白くない。リアルな金額です。何も面白くなかった。でもなんか丸っぽかった。ありがとうございます。領収書も少ないな。領収書も取らない。マジで少ないな。カードもほぼほぼ入ってないやん。クレジットカードとマジカカードしかです。免許証ないんか。免許証ないです。あ、ぶっぱらってなくしちゃったんで。保険証は？保険証もないです。えぇ、身分証明書もないないです。やば、発芽レペゼン。ヒカル君出します。じゃあ次、よきぎ。俺もよきぎと思う。初めて。よきぎ、初コラボ。初コラボ。おい、お前持ってるよ。使ってないキャマが使った。いや、あの日めっちゃ。お前めっちゃうわ、おっさんぽい。大変。これパパが押してくれた。爆発してんの、お前。パパ爆発してんの。最低じゃん。だったらもうちょっと良かった。お父さんが昔くれたやつ。俺のお父さん使ってめっちゃ似とるもん。
1、2、3、4、5、5万5000円、まあ、丸と一緒やほとんど違うサムネに猫どうするマイク違う違う違う知ってくれてるんすか俺見とるで俺ツイッターチェックしとるずーっとなんかメンヘラついとるなんかもうメンヘラ製造機いやいや最近すぐ一回メンヘラなりすぎてツイッターのサーバーが消したんすよ意味わかんないメンヘラ製造機マジでちょっとこれで一回ですけどでかいこれはでかいっすじゃあ次渡辺真帆とは置いときましょうやっぱ最後にね最後に最悪だよ危ないいやなんでいや全然違うやん場所半分から入れないみたいなできたできた脇はい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 しかないっすよ。いやマジでマジで。マジで。ちょっと後で見よう。ほんまか。40やばいね。バグでパーマ似合うな。いいっすか。いけるいける。若返ったって言われたんすよ。かっこいい。マジ痩せたよな。マジで。別人になってないよ。マジでさ。出会った頃と。別人になってないよ。ほんまに。痩せすぎなんすよね。いや痩せた。ほんまに痩せすぎなんすよ。あ、お金の量っすか。お金の量。札が今、1、2、3、4万8000。4万8000。まあやっぱこれぐらいか。平均5万ぐらい、やっぱりそれぐらいは、そうっすよね、みんながそれぐらいね、大体そんぐらいっすよね。今のところ芝居が一番、はい、いくらも11万円うわ、それは甘くすぎだ、芝居じゃあ次、銀太ほんまに幼稚園3人しまっていいはい3人しまっていいそのサッカー一回やめてさそうやな、でも銀太サッカーやっぱ財布に40円って2万円意味が分からない40円も入ってないかもしれない40円それは何だよあ、入ってないっすえ7円えあれポケットにまだあるさっき相馬さんからもらった70円がえ、ここはないです何でだどうやって来たタクシーっすえ、タクシーどうやって払った経費で全部使ってきたっすお金え、ギリギリ足りたってことえ、そんなことそんなことある今日中に経費回収しないとやばいそんなことあるそんなギリギリタクシー乗ってくるってことある何本持ってたちなみに最初は6万円っす6万円タクシー使ったでこれが6万ぐらいしたんですよえあえ、このグッ服とかそう靴とかやばいなやばいっす爆発頑張りましょうじゃあ次脇はちょっとじゃあ入るいやだから俺面白くないっすって言われて道から来ていいから俺脇は初めてあでもあのカラオケだよカラオケあカラオケ行きましたね誰だったっけピンキーあピンキーとカラオケプライベート1回だったことあるめちゃくちゃ高いから本当にほんまにやめろカットなんでもうポポッと一気にほんまに勝ったしマジで勝ったしマジでマジで面白くないからだから数字伸びねえんだよやめろ本当に残酷だからそれが一番サービスすら面白くねえのかな死んだらめっちゃ面白くあるマジ怠慢だいや違う めちゃくちゃ受けんねんのいや違ういや違うたまたまマジたまたまこれは仕込みだこれはたまたまこれ仕込みだどんどん違うマジでそらお前仕込みバンキーしか仕込みバンキーしかこれ行かせましょういやマジで仕込んでも数字取れへんはい仕込んでも数字取れへん一応ね1万1000円はい一応止めないなんかあるじゃないのさすがになんか確かにこんだけ両者ってありそう怪しいってありそういやないのよマジでごめんなさいマジで五右衛門食いすぎだろお前にないかったかな危ないな経費いただき事務所違うしバカバカはい、あります面白かった絶対嘘J 笑ってなかったもんめっちゃ面白かった悔しい一番相馬さんのあのあれが一番面白かった放送できんやつか助かったあと誰やったホイかホイおらへんのかホイ来てない社長と真帆と二人行くか社長の方が持ってなさそうやから社長に行こう社長はいタイムチェックさすがレペゼンのリーダーともなれば本当に面白いじゃんこの財布は本当に面白い大丈夫ですか？リーダーやからさ、ほとんど釈迦これよ。マジマジマジ。こっから？こっからっす。本当にまずこれがおもちゃみたいな。これ？それこれ？500円のガチャガチャで出てきたような。コンドーム入れ。お、不正できた。あ、でもバレンシアガ地味に。しかも地味にメンバーカラーっていう自分のカラー。このクソ安そうなのがなんと2万円。持ったこ。バレンシアガはぼったくり。何が入っとカードも入るのじゃん。あ、カード入るっす入るっす。めっちゃ入っとるわ地味に金しかねえからなんで広告つけないか金持ってっからバカじゃねえよ金入ってくるからなあ本当に広告なんてつける必要ないあんな小銭これすごいカードあれでプラチナカードああ
つの会社のプラチナカード。やっぱ入っとるぞ、やっぱさすが。2、3、僕からしたらこんな20円みたいなもんすよ。5、6、7、8、9、10、11、12、13万。おお、ナンバーワン今13万しか入ってない。20円らしい、これが。マジ申し訳ねえわ。これが20円やったらとんでもない価値観や。ビルゲイツぐらいの価値観や。まあお前ら庶民には分かんねえか。これが安く感じる俺の感覚分かんねえか、お前ら庶民には。な20円分な。これ20円ぐらいっすよ。これ何買えるっすよ。あんま買えなくないっすか。逆にね。牛丼食えるこれで。トッピングできねえっしょ。かかってこいよアンチ。お金の持ってねえアンチよ。かかってこいよ。ぐらいっすよ。ありがとう。あ、はい、でもすごいな。あの、なんかある。ちょうどたまたま昨日は脱毛行ってきたんで。あ、これ企業案件なんかやめ。なんとかクリニックに。あ、ほんまや。え、脱毛行ってきたやん。ちょうど昨日っすよ。全身脱毛。あ、そうです。だから脇毛、髭、チン毛、アナルの周りの毛、アピーの周りの毛がもうないっす。マジで？そうっす。でもこれコンパクトでええな。いや、めっちゃいいっすよ。ありやな、これ。そうっす。めちゃくちゃ。いや、あんなでっかい財布持ち歩くと無限にお金入れちゃうから俺。あー。金しかない。金しかないから、マジで。すまんな。マジで金ないやつ、マジ笑えるよな。どうやって生きてきたらそんな金ないのか分かんねえわ。小銭はどうすんの？小銭は。あ、小銭は。おー、あるやん、小銭やん、一応。あー、ちゃんとある、はい、あー、すごい。仕方なく持ち歩いてんだよ。あの、札で払っても小銭が出てくるからちゃんと入れてんだよ。本当いらねえんだけどな。全部お消しやろうか、お前んち。お前の貧乏な家に。なぁ。やりそう。出たよ。風邪気味のお金？お熱？風邪気味なの？思いっきり。38度とかです。でも今日は37度4とかさ。ガチで体調が悪い。汚いな、言い方。もっと綺麗好きかと思ったら、こんな感じだよ。全然。持ってされるじゃん。あ、でもカード払いか。うん。基本的に。お札の入れ方が一番汚い。これまでない。うん、やっぱ、お金大事してないわ。最悪です。汚いよ。貧乏人に言われたくねえわ。5万4000円。あ、そうなった。確かに相馬さんに似てますね。あ、いつもはもうちょっと多いと思う。買い物行くとシワだらけって多めに。やっぱカード払いだよ、みんなもう。財布？これ財布。こんな言ってんなって。確かに。光くん、封筒出してください。やってやってください。封筒からお金出すよ。そうなの？財布はあんまり出さへん。カードは使わないんですよ。カード使わない、俺全然。財布あるけど、財布はあんまり多分入ってない。でも、相馬さんより入ってる。相馬さんより入ってる。あなた、汚れぐらい。俺も汚かった。1万1000円ぐらいかな。ほんまに、こっちしか使えへん。封筒どうなんすか。こっち、いくら入ってるの。こっちが多分新しい方がいい。うわ、すげえ。え、見ていい？マジで？え、ありがとう。なんかいつも、癖というか、台風がめんどくさいから、ずっと。いくらありますか？封筒がパッパッ。1、2万で。めっちゃ高い、ブランド品とカードでカードみたいな。24万。あ、じゃあちょうど割れますね。あ、割れる。割れる。あ、でも俺も割れる。ちょうど割れる。それは返したらいいんだ。あ、それあ、じゃあマイスさん取ってるから。あ、いいね。これちょうど割れる。割れる。6、6。ありがたいです。逆に芝居にはこれからお世話になるから普通に。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日の動画よかったら高評価お願いします。の方にね、バホト以外のチャンネル貼っとくんじゃん。1万円あげるから入れて。1万円だから入れとこうじゃん。安すぎる。その概要欄。1万の概要欄。自分の買い出しね。じゃあ今回これで終わります。ありがとうございました。